ブンデスリーガマンスリーセレクション、今回は安田道博さんをゲストに迎えて収録でした。さあ安田さん、いかがでしたか？もう僕プロ1年目からプロとはどういうもんやっていうのを教えてもらった先輩ですから、うん、僕ガンバプロ1年目開幕戦メンバー入り、横にバンさん座ってますよ。お前プロは試合前音楽聴いて流行るんやとね、おい俺のイヤホン1個貸すから耳につけろと。優しい。つけましたよ、うん、流れてきた曲今でも忘れません。なんだサムライソウルですよ。ウルフルズの。そうです。それ聞いてモチベーション上げて。いやもうそれ聞いたらめっちゃ覚えてますよ、もうほんまに。そんなバンさんとこういう番組しても感慨深いですよ、本当に。素晴らしい。2人のね仲の良さもすごく、まあ、本編はデアクラシカーも扱ってますけども、はい、それよりもそのバンドさん の, その珍しいかっこいいエピソード珍しい、うん、あの、まあ、見られますので、うん、ぜひぜひ本編もね、はい、それ有用に呼ばれたんかなっていう。あ、なるほど。かっこいいエピソード、かっこいいエピソード、うん、久しぶりに聞いたんだ、うん、でもやっぱね、デアクラシカーの中身のこともやっぱしっかりと、はい、いろいろ、ね、あの、ね、エピソードだけじゃないですから、ちゃんと解説、ね、のこともちゃんと解説してますから、はい、現役時代にブンデスリーガをよく見に行ってらっしゃったっていうのがすごく驚きでした。すごい見に行ってましたよ、うん、なんかそれこそその当時は香川真司がドルトムントにいて、そうね、大爆発してたんで、はいはい、そうね、まあその試合見に行ったりとか、当時シャルケ、うちでアスとファルファンっていう、確かに、でチャンピオンズリーグとかも結構見に行ってましたし、うん、はい、そんな安田さんだからこその目線でもたっぷりと語っていただきました ね、 ね、はい、また移籍もね、する、はい、まあ、みたいなね、話もありましたから、はいね、日本代表選手にも注目して今回もたっぷりと語っていただきました、はい、ブンデスリーガマンスリーセレクションは4月15日土曜夜10時からの放送です。お楽しみに。